続いてのトラック競技は女子 400m 競走タイムレース決勝です。全部で2組ございまして、まずはその第1組、レーン順に選手を紹介いたします。第2レーン、松下さん、新島学園。第3レーン、名前さん、吉。第4レーン、寺島さん、新島学園。第5レーン、松本さん、県内高崎。第6レーン、飯島さん、新島学園。第7レーン、相美さん、高崎女子。第8レーン、小柳さん、高崎東。以上7名により、女子 400m 競走タイムレース決勝は第1組です。ただいまの不正スタートではありません。スタート合図の前にスタート姿勢が取れなかったので、スタートをやり直します。女子 400m 競走タイムレース決勝は第1組です。1140番田村くん、農大第2時間49秒71。